日本共産主義者団は1930年代後半に活動した日本の共産主義者グループ。日本共産党の中央委員会が壊滅した後、共産党再建を目的に関西地方を中心に活動した。1935年、袴田里美の検挙によって日本共産党の中央委員会は機能を停止した。そのため、全国の残存共産党員は、 党の再建のために各地で独自の活動を始めることを余儀なくされた。関西地方においては1936年3月、和田434、奥村秀松、宮城菊らが関西地方委員会を組織し、野坂33が2月に日本の共産主義者への手紙で発表した人民戦線戦術に基づく党再建運動を行った。統一戦線立のために などのパフレットを発行しながら7月には、党中央再建準備委員会を組織するまでに、至ったが、12月に一斉検挙により、関西地方委員会は壊滅した。翌1937年1月23日、カスガ・シ郎は3.15事件による、刑期10年を非転向で、満期出国した。春日は、早速、関西地方で党の再建を図った。 春日は同志であり、妻であった阿賀君子と共に、天在している党員と連絡をつけ、1937年12月5日、兵庫県甘崎市で、日本共産主義者団の結成にこぎつけた。この時のメンバーは、春ス阿賀のほか、竹中常三郎、横田仁太郎、厳前後、高い重しの6名だった。団の活動自体は、非合法の活動を余儀なくされたが、 機関紙として、嵐をついて、民衆の声、統制活者等を発行し、各地に再建を呼びかけた。また、阿賀君氏は、職業婦人の発展と進歩向上を目的とした、仮金会を組織し公然活動を行った。竹中常三郎は、兄弟ケルンと呼ばれる、京都大学内の共産主義学生グループに連絡をつけ、共産主義社団の活動に合流させることに、成功した。 しかし、活動は当局の知るところとなり、1938年8月から9月にかけて主要メンバーが検挙され、日本共産主義社団は壊滅した。広い陽子、女性革命家たちの生涯の阿賀君氏の項目。ありがとうございます。